いよいよですね、K1 フェザー級タイトルマッチ決定しました。7月 の、 あの金田選手と、寺田選手の試合がですね、まあ、目打ってたわけじゃないんですけど、この勝った方がですね、郡司選手に挑むんではないかという構図の中で行われて、すごく最終ラウンドまで、競り合いの中で、寺田選手が制してリング上でマイクアピールして、それを郡司選手が、受けて立ったという、構図でですね、今回のタイトルマッチ決定しました。もうファンの皆さんもですね、郡司選手、誰を迎え撃つんだろうっていう、もうだいぶ前からですね、他団体も含めてフェザー級の、もう日本のトップとしてですね、郡司選手の試合、待っていたファンの皆さん多いと思うんですけど、僕はなんか一番いいタイミングでですね、寺田選手との対戦決まったなと思っています。2人のキャリアを今ちょっと見てたんですけど、やっぱり郡司君は、まあ、K1 アマチュアからスタートして K1 甲子園優勝して、で K1 ジム総本部チームペガサスに入って、クラッシュチャンピオン、そして K1 チャンピオンというですね、いわゆるなんか王道かな、メインストリートを本当に歩んできたファイターだと思います。K1 の軽量級のですね、もうクラッシュ K1 というですね流れでもやっぱ本当顔のファイターだと思います。で寺田君はですね、僕最初に会ったのがアベマの格闘代理戦争っていう、番組のね、そこに宮崎県から、来て、まあなんかあの時もプロデビューはしてたんだっけ、まあ、してなかったね。だからそういう状況でですね、格闘代理戦争に名乗り上げて東京に来て、でそこで何だろうな、目の力強い目の印象があって、あこの子は強くなりそうだな、やっていけば、プロでやっていくのかなっていうところでクレストに入って、で去年ね、今年か去年かイタリアだ、やっぱりイタリアでISK のタイトルマッチっていうチャンスをつかんで、そこでしっかりベルトを取って、で今年の頭に九州でたまたまですねライジンの大会があって、そのライジンの大会にも、出場するチャンスを得てですね、そこでも勝利したと。やっぱりこのイタリア遠征とですね、ライジンのリングで、そして7月のね、金田戦っていう、非常に去年からですね流れが変わったというか、この3試合で寺田匠っていうファイターが自信をつけてですね、さらにたくましさ増してるっていう。だからちょっとこれね、1年前とかね、1年半前だったらちょっと勝負にならないかもしれないですけど、やっぱり勝ち続けてる自信っていうのが非常にあると思うし、僕はなんか立ち技ファン以外にも本当格闘技ファンの人にみんなに見てほしい、K-1 が自信を持って出せるナンバーワンの今タイトルマッチだと思っています。本当にご期待ください。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは両選手から試合に向けての意気込みを語っていただきたいと思います。まずは寺田匠選手からお願いします。そうですね、まあ、いよいよだなっていうのと、自分出身が宮崎で、まあ、昨日地震とかもあって、まあ、大変な方たちも多いと思うんですけど、まあ、その人たちにもなんか少しでも勇気を与えれたらなっていうのがあって、まあ、勇気を与えるにはまあベルトを取ることだと思うんで、はい、絶対取ります。ありがとうございます。では続いて郡司大斗選手お願いいたします。そうですね、まあ半年ぶりの試合なんで、まあ、やっと試合ができるなっていうのと、まあ、それこで、まあ、タイトルマッチも、まあ、1年以上空いてるんで、まあ、久しぶりなんで、まあ、ここで圧倒的に勝って、さらなる高みを目指していければいいなと思ってます。まあ全世界の全団体の中で、まあ、パウンド・フォー・パウンドでも一番強いって言われてるんで、まあ、楽しみですね。はい、はい、では郡司選手お願いします。そうですね、まあ、ガツガツ来るタイプで、まあ、この間の試合はちょっと違う感じのイメージでしたけど、まあ、今回打ち合いができる相手かなっていうのは思ってるんで、楽しみにしてます。あと2人にまた聞きたいんですけども、自分がその相手より勝っている点っていうのがあれば教えてください。寺田選手お願いします。まあ、気持ちですかね。はい、はい、郡司選手お願いします。
僕は、まあ、スピードだったりパンチとか蹴りとかの正確性、まあ、ちゃんと当てれるっていうところだと思ってます。あと郡司選手伺いたいんですけども、まあ、前回 の門口戦ですね、ライズとの対抗戦を振り返ってみて、どんな感想を持ってますか。まあ、前回の試合はすごい僕なりに何ていうんですかね、作戦通りに行って、まあ、勝って、まあ、まあ正直相手がいない状況になってきたんで、まあ、次誰とやるかっていう感じだったんで、まあ、そんな感じですね。あと地元宮崎のなんかスポンサー結構いると思うんですけど、そういう人たちに対して何かこうメッセージなりがあれば教えてください。そうですね、やっぱ一人でもなんか頑張ってんだなってなんか勇気を与えれたらなって思ってます。連絡自体はまだ取ってない感じですか。連絡は、はい、取ってます。田中選手をお聞きしたいんですけども、現時点でもうすでに郡司選手に勝てるだけの、実力を持っていると思っているのか、それともこれから、作り上げていこうと考えているのか、どっちでしょう。いや、まあそうですね、まあ、勝てるって思ってないと試合しないんで、はい。これじゃあこれから試合に向けてはどんなようなことを特にこう強化しようと考えてますか。まあ、そうですね、まあ、いつも通り練習に励んで、はい、メンタルをまあコントロールして試合に挑もうと思ってます。郡司選手は前回の寺田選手の試合を見て、まあ、これは挑戦者にふさわしいというそういう感想を持ってからこう試合を受けたんでしょうか。まあ、正直な感想を言えばすごい微妙な試合だったなっていうのは思っていたんで、まあ、正直僕もやる相手がいなくて、でそういうなんていうんですかね、流れだったんで、まあ、いい流れで、まあ、もちろん金田選手が勝ってたら多分もっと盛り上がってたのかもしれないですけど、まあ、それに勝った寺田選手の方がやっぱ強いってことなんで、まあ、そこで圧倒的に勝てば僕が最強だっていうことを証明できるかなっていうのは思ってます。ちなみに相手の選手がバシリウスであるってことに関しては意識する部分ありますか。まあ、そこまで意識はしないですけど、まあ、僕っぽいファイトスタイルの選手がいっぱいいるなっていうイメージはあるので、まあ、すごい対策はしやすいのかなっていうのは思ってるんで、まあ、そこは警戒しながら戦えればいいなと思ってます。寺田選手にまあ、先輩のタケルさんが、まあ、近いタイミングで、まあ、試合が決まっているのでスパーリングの機会も増えるのかなと思うんですけど、どういった練習今後一緒に積んでいきそうな感じになりそうですかね。まあ、そうですね、やっぱタケルさんもパンチ速くて強いので、まあ、対策としてはまあすごいいいパートナーというかだと思うんで、まあ、でもガチのスパーリングをやっぱしすぎるとやっぱお互いちょっとスタイルが似てるからちょっと壊れやすいんで、まあ、だから、はい、そうですね、マストスパーリングを多くやっていこうと思ってます。あと、まあ、リゴ選手に質問ですけど、先ほど宮田さんからも K-1 ファン以外の人にも見てほしい試合という話があったかな、あったんですけど、まあ、今回の試合というのはどういう内容にして最終的に勝とうという、イメージでしょうか。リゴ選手で。そうですね、まあ前回、まあ、前回の金田戦が終わってやっぱドローだとか金田選手勝ってたとか結構言われてて、まあ、でもやっぱ自分の中では絶対的に自分が勝ったと思ってて、まあ、でもそれ言われるってことはやっぱダウン取るか倒すしかないんで、まあ、今回はしっかり倒しに行こうと思います。はい、ありがとうございます。では郡司選手お願いします。そうですね、この間の門口選手とやって、まあ、勝ったんで、まあ、正直フェザー級で他団体も含めて僕が一番だと思ってるんで、まあ、それにふさわしい試合っていうか、
やっぱり圧倒的に勝って、まあ、KO っていう形で終わらせるのが、まあ、防衛戦ですし、やっぱり、K-1 チャンピオンとしてそれがふさわしいのかなって思ってます。ありがとうございます。他にご質問ある記者の方いらっしゃいますでしょうか。では質疑応答の方を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。それでは最後にファンの皆様へコメントの方をお願いいたします。では先に寺田選手からお願いします。はい、まあ、バシレウスの中でまだ自分だけベルト取ってないんで、まあ、しっかりベルト取って、まあ、試合ではその自分の必死さ、まあ、気持ちの強さを見せたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。では郡司選手お願いします。まあ、タイトルマッチなんで、その日の、試合の中で一番盛り上げるし、やっぱり自分が最強だっていうことを証明するんで応援よろしくお願いします。ありがとうございます。両選手ありがとうございました。